E231系900番台は武蔵野線に1本だけ存在する車両形式です。2022年にちょっとした変化がありましたので、今回は他の形式と比較しながらご紹介します。E231系900番台は JR 武蔵野線で一編成だけ存在する車両形式で、もともとは JR 中央総武観光線で209系950番台として登場した車両です。先頭車両のドア横には他の209系500番台などと同様にJR マークが貼られていました。しかしその後 E231系900番台へ改番されると、すぐに他の E231 系と同様に JR マークは剥がされました。ところが、どのような理由かは不明ですが、2022年4月11日より再び JR マークが復活しているのです。剥がされた跡の上に再び JR マークが貼られています。
今回も動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。画面右下にあるチャンネル登録と書いてあるボタンを押すだけでチャンネル登録をすることができます。どうぞよろしくお願いいたします。